まあ、AD の12だけど、後半も4とかですね。4多分自分ではもうちょっと食べに行かなくて、あの近くまで持っていく、スプーンとかで持っていくの食べる感じになるとか、何回もちょっと起こして間を分けて。ドライはそうする。ドライはの2から0のところまで。かぼちゃは、かぼちゃは何とか食べて2ぐらい。これがもう1あるかないかぐらい。運賃は、このちょっと回答が2から1。形は、形とかはあのちゃんと形があります。量は少ないですね。ないから。おしっこも1から2。全体的に出血がやっぱり運賃出血は減ってますよね。はい、元気が常にってことですよね。そうなんです、水はでもよく飲みます。あ、飲みます。水は飲んで、あの前まで自分ではなんか飲みに行かないんで、口元まで持ってくとしっかり飲んで。この間さ、で勢いよく出したけど、あれって飲めるんですよ。好きじゃないんです。好きじゃないみたい。好きじゃないんだったら難しいな。あのベルキアエキゾとかさ、それから AD とか、あとカニエスのフードとか、やかしたやつをこう冷凍室にしてさ、あの刺さること。そこまでしなくてもスプーンでそばまで持っていけば食べるんですよ。もっと持っていかないとさ、うん、そうですよね、量が、ね、そう、体重も減ってるし、まあ、出血もあるとはいい、うん、いうものの、運賃の数も、しっこの数も1回ずつ少ないよ、ね、うん、しますね。やっぱりスプーンじゃなくて、いや、スプーンでダメなんですけど、無理、注射器使わなくて、スプーンで、スプーンフィーディング。回数を増やした方がいいんですね。スプーンフィーディングで、もしも食べなければね、うん、あのスポイルとか、こういうので、あのベリキュアエキゾンも、AD も、それから、ハリネゼミフィーダも、かなりスプーンで焼かしたやつをちょっと作っといて、力詰めて、うん、そのたくさん作っても、多分やれないだろうから。ただ、スプーンとか手ですることもある。口元まで持っていくのは食べるので、それをどんどんやっていくし、はい、なんともだって調べたくない。そうですね、うん、そうなんですよ。あの人間なのさ、ガムが好きなんですよ。最後に咲き痩せてくるじゃん。そうですよね。痩せてって体力なくなって肺炎になったり、まあ、原因ほとんどあかんかもしれないけども、体力少なくなって、あと息してもそういう痩せてくる。その体重が落ちるのを決めたい。スプーンで、はい、スプーンフィーディングで、それであんまり食べんかったら、こういうスポイントフィーディング、注射器フィーディング。自分で食べるのが一番いいんですよ、もちろん。はい、はい、じゃあ一回持ち上げてもらおうか。ないね、それから今日レボリューションか、ちょっと一周伸ばしますね。はい、はい、じゃあ薬と、じゃあ目薬も出しますんでね。あ、はい、あと、あ、AD か置いてください。はい、薬一週間で AD か、はい、それからビリの薬なんだけど、今 0.84 で今週下げる定期なんですけど、じゃあいいよ、合成します。